みなさんこんにちは、坂野あかねです。そうですね、今回テーマだったりとかを自分で決めさせていただいて、自分が出せるものって何だろうって考えた時に、やっぱり18年間ずっと生まれ育った熊本を舞台にしたら一番こう私らしさが出せるんじゃないのかなと思って、熊本っていう場所を選びました。撮影場所も割とこう自分のルーツになるような実家だったり、通っていた高校だったり、大好きなご飯屋さんだったり、本当に自分のもう身近だったものを撮影場所に結構取り入れているので、そういう場所だからこそ見せる私のなんか表情だったりとかが出ているんじゃないのかなと思っていますし、ここがこだわりのポイントです。これも私がリクエストさせていただいたんですけど、UKOをバックに真正面で、もう髪の毛も全然まっすぐで、化粧もほとんどしていないようなカットがあるんですけど、タイトルの名前でもある茜色っていうのが、私が生まれた時に母親が病院の窓から見えた湖が夕焼けに照らされて茜色に染まっていったっていうことから、茜っていう名前をつけてもらったので、そのなんか名前を意味するような写真を撮ってもらいたいなっていうふうに思っていて、それが叶ってこう写真を実際見せていただいた時に、すごい綺麗な夕焼けで、わあこんな素敵な写真撮ってもらえて嬉しいなって思って、お気に入りの一枚です。居酒屋のシーンがあるんですけど、本当にほとんど撮影っていう感じでもなく、好きなもの頼んで、ビールとか日本酒とかもどっちも飲みながらみたいな感じで、結構やりたい放題な撮影現場だったんですけど、その時に食べた馬ひも、馬刺しの馬に書いて馬ひもっていう、まばらのところのお肉、そぎ落としてなんか希少部位って言われている部位なんですけど、それを初めて食べたんですけど、ここがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。熊本県民だけど知らないことって、いっぱいあるなっていう風に思わされたので、すごいそれが印象的でした。やっぱり人の良さですね。本当に皆さんなんか気さくで人懐っこくて、全然こうなんか初対面とかでも距離が近いというか、なんか自然と私も熊本にいるとそういう感じになれるし、そのなんか空気感だったり人と人とのなんかコミュニケーションの取り方が私はすごく好きです。一番好きな場所はやっぱり実家ですかね。落ち着きますし、もう生まれてずっと住んでた場所だったので、二世帯住宅なんですけど、なんかこう学校から帰ったらおばあちゃんがいつもお菓子とかジュースとか、あれ食べるこれ食べるみたいな感じの環境で育って、なんか一番居心地が、なんか鍵っ子とかもなったことがないから、絶対誰かしら家族がいるような家庭で、一番ホッとするし落ち着く場所ですね、実家は。好きな食べ物は母の作ったミートソース。これはもう小学生の頃からずっと言ってるんですけど、なんかミートソースのミートが本当にミートソースなんですよ。ミートがゴロゴロ入ってて、もうお肉好きの私としては、たまらないミートソースです。熊本と東京にいる時の時間の流れが全然違うなっていう風に思っていて、やっぱり熊本は同じ24時間とかでもすごくゆっくり感じるんですよね。なのでこうついついゆっくりすぎるがあまりにこう時間にルーズになって、寝坊とかよくしちゃってたんですけどでも東京にいるとむしろまあ世話しないというか、でもまあ夢を見つけて上京してっていう意味では、本当になんかこう刺激されるような、頑張ろうって思えるような場所が東京ですかね。実家はホッとする場所。
東京は頑張る場所って感じです。あ、これはですね、カスティングです。これ写真集を撮影する前に初めてファスティングに挑戦したんです。断食をするだけじゃなくて、その前後に前食と回復食っていう前後食が必要なんですね。で、正直断食自体は大丈夫だったんですけど、その前後食がタンパク質でも動物性タンパク質が食べられないとか、お肉が食べられなかったり、結構食べろっていうのに食べちゃダメなものが多すぎて、すごい食に悩んで辛かったから、ファスティング期間中はこれは最初で最後にしようと思いながら踏ん張りました。でも終わってみたらすごく顔がすっきりして体内もリセットされて、あ、よかったなと思って、なんか機会があったらもう一回やってみようかなとも今ちょっと思ってます。やっぱこう1ヶ月ぐらい禁酒した後のビールの一口目じゃないですかね。ビールの一口目っていつだって最高だと思うんですけど、でも1ヶ月とか長い期間ご無沙汰だった時に飲んだら初めましての感動に戻れるじゃないですか。1ヶ月ぐらい禁酒してビールを一口飲むと最高だなって思います。まあ、なかなかないですけど、そんな機会は。なんか私、景色とか見てていつも思うのが、例えば夜景とかでも高いところに登って夜景をバンって見せられたら、そりゃ綺麗なんですけど、なんかこう、まあ綺麗だからスポットになってるから、そりゃそうだよねって思っちゃうんですよ。なんですけど、なんか逆にそういうふとした時に見える景色の方が、わ、綺麗って感動するなって思っていて、だから夕日とかはパッと浮かんだのは、実家の一番近くのバス停がちょっと高いところにあるんですけど、そこからこう見る夕日はなんか綺麗でしたね。何がそんなに良かったのかは分かんないんですけど、ちょうど高校卒業寸前ぐらいの時に見た夕日で、なんか名前の由来もあるだろうし、通っていた高校の最寄りのバス停だから、ここに通うのもあとちょっとなのかなっていう風な感情になったと思う、あるのかもしれないですけど、なんとなくそのバス停から見た夕日は一番心に残っています。え、茜色なんて言えばいいんだろう。茜色か、まあ金色とか暖色系じゃないですかね、きっと。茜色だから黄色、オレンジとか総合して茜色、そのあたりだと思います。はい、坂の茜ファースト写真集茜色が2月12日に発売となります。少しでも私に興味を持ってくださる方がいたら、きっとその私をより深く知ってもらえるような一冊になっていると思うので、ぜひ手に取って読んでみてください。よろしくお願いします。バイバイ。